の船を使って東に住んでる仙人に会いに行くわけだけど、本当にこんな変な乗り物で遠くの国まで着くんかね。前プリオニアに行った時は霧に包まれて迷った挙句幽霊船探検することになって、しかもその後普通に遭難してたもんな。前の空飛ぶヨットは素人が作ったもんだから。いやいや、ボストフさんは素人じゃないでしょ。だって明らかにピエトロたちばっかりに作らせてたじゃん。ああ、そういえば、ええ、意外とピエトロ鋭かった。ボケっとしててもちゃんと人のこと見てんのなと思ったらこれだもんな。まあ鈍感であることも大事なスキルだってば。それが果たして王族に求められるスキルなのか。おお、見えてきた見えてきた。だいぶすっと海の上を進んでたのにたどり着いたのがこんなゴツゴツした山なんじゃちょっとがっかりだよね。マイクロの話？村があればいいんだけどさ。仙人住んでんだから村くらいあるっしょ。ガミガミ魔王雑だな。ワイルドだよね。あ、そういう解釈になんのね。そしてまた遭難。なんか前も遭難してたよね。前は幽霊船のせいだったけど、今回は明らかにガミガミ魔王のせいだよ。人災だ人災。というかあともうちょっとでナルシアちゃんが消えちゃうところだったんじゃない？確か海に入ると消えるんだよね。あっ、な、確かにそうな。村人に助けてもらって解放してもらった様子。村の人がいい人でよかったよね。なんかのどかな町だね。町ってより村じゃん。これ何世帯同居してんだろ。というかこんな家族状況でよく子作りできるよね。それはほら、ピエトロたちが倒れてた岩場の影とか。あー、なんかそういう生々しい話はパスで、みんなが寝静まってからってのも意外と燃えるのかもよ。だからやめようよ。そっちが先にそういう話振ってきたんじゃん。この山を登ると仙人に会えるらしい。危険らしいから頑張ってね。はーい。音がなんか中国っぽくね。だって仙人がいるんだから中国でしょ。あ、そっか、仙人って中国か。中国の道教の神を指す言葉だって。バーイウィキペディア。そんな、バーイハドソンみたいな。ハドソン懐かしいね。あれは仲良し4人組の1人じゃん。もう1人来たよ。仙人に追い返されたのかな。多分そうだよね。これはあれか、闇の世界に行きたいなら俺を倒していけみたいな。一定時間敵の攻撃をひたすら耐えることでその資格を得るみたいな。どっかのパラディンになる試練じゃねえんだから。これはガミガミウィング RX。 いや、画面に映ってないから。この特徴的なハサミはそうに決まってる。ハサミじゃねえし。あれ、でも仲良し4人組のうち2人しか落ちてきてなかったけど、残り2人はどこに行ったんかな。この俺様がギタギタにしてやるからな。いやー、いい感じでフラグ立ててくれますね。期待させてくれるね。着いたよ仙人の家。着いたね。こいつが仙人？なんかイメージと違う。あ、お師匠様だって。やっぱ別の人だった。仙人ってもっとなんか畑耕したりしてるイメージあったんだけど、畑ないね。え、それどんなイメージよ。都市神だよ。わかんない？知らない。これさ、このおじいさん仙人が実は立体映像だったって落ちないかな。え、なんでそんな発想になんのよ。いや、いかにも仙人っぽすぎて本当に仙人なのかなって。実はこのバンダナ巻いたおっさんが仙人だったってのもありえるんじゃね。ないよ。聖剣2であったじゃん。賢者の弟子を名乗っていろいろお使いやらせてたやつが実は賢者だったってやつ。なんか鳥みたいなやつだっけ。そう、それ。でもさすがにこれは違うと思うけどな。うおー、なんか出た。仮想パーティー4人組。仮想って、
まあ確かにそんな感じはするけどさ。すげえ。実はこいつ転生者なんじゃね。ここで転生者って出てくるあたり時代だよね。昔だったら何が出てくんの？隠された力とか伝説の勇者とか、手とかに技があれば完璧だと思うけど。ああ、秘められた力とかそういうのか。あかりちゃん寝てる？うん、起きてる。ちょっとモグモグしてただけ。仙人、普通にいい人だった。だね、なんか偽物とかでもないっぽいね。とりあえずなんか闇の世界に行くのに便利を図ってくれるようなので、まあよかったよかったと。一人飽きるピエトロ、おしっこかな？貴重なトイレシーンということですね。意味深だな。それはもはや悪い人だと言ってるようなもんじゃない？タチション。最低だね。こんなわかりやすいところに扉を開いたらあの大道芸4人組が来ちゃうんじゃね？きっとあのバンダナの弟子がちぎって飛ばしてやっつけてくれるって。あんなにビクビクしてたのに。そんなの振りに決まってんじゃん。テレレテッテレ。あはは、ここでは特に戦わないけど、やっぱりこの後で万人かなんかと戦わなきゃいけないみたい。なんか一悶着あったなとは思ってたんだけど。ゆかりさんの記憶も大概役に立たないもんね。待って、また来たよ。なんと、やるねー、人質か。これどうなったの？ピエトロを守るために仙人が犠牲になった感じ？つうかもしかして、カウパとまさかのここで再戦？だねー。仙人の家で寝たばっかりだから HPMP はマックスだね。それはいいんだけど、対炎の装備何もつけてないよ。意外と HP 持ってるじゃん。前よりレベル上がってるからかな。白騎士とかも魔法一撃で沈む感じじゃなさそうじゃない？とりあえず攻撃防御魔法防御を上げてっと。あとはナルシアちゃんもまずは補助魔法からだよな。相変わらず通常攻撃は当たらない。毎回なんだよな。
神々ミサイル。ミサイルはちゃんと当たるから助かるな。白騎士のジャンプ切りとかならほぼ 100% 当たるだろうし、より確実な方でいかないとね。だね。さて、盛り上がってるところだけど今回はこの辺で終わりかな。うん、次はカンパ戦ノーカットでお届けします。だね。うん、まあ、いいよ。よしよし、ではでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てね。